はい、今日はですね、2023年9月のですね、3日、時刻は3時44分。いい天気でしたね、結果としてね。いや、途中でですね、曇りっていうか、雲が多くなってですね、日が差さなくなったことありますけどもね。なんとか、いい絵が撮れたみたい。というのはほら、雲、青空はちょっと少ないんですけどもね、雲がですね、いい感じに仕事をしてくれてですね、あれですがよ、この道も久しぶりですね、吹き上げの方、小牧交差点って言うんですかね。今日も結構走りましたよ。今日はね、薩摩の少年じじいさんというユーチューバーのが何かするっていうところを私が撮ったんですよ。面白かった。もうこの動画が出た時はもうそれはもうあれ出てるかもしれませんけどね。ですね、もうここはですね、このままずーっと谷山まで一直線なんですよ。いや、もちろん左右に、入ろうと思えばできるんですけど、そうするとですね、道に迷ったりしますからね。いや、だけどほら、今ちょっとこの左側をちょっと見たんですけど、川があるんですよ。いい感じの川なんですかね、こう。小さな滝ですよ。滝でしょうね、50センチぐらいの。そういうのあるんだけど、車を止めるところがあればね、ここですよ、この川の下ね、清流とまでは言わないけど、綺麗なあれが流れてますよ。それでもう一直線なんですよ。ですから、もう私はもう喋ることは何もないです。何もない、ネタとしてですね。かといってここからのこれを、走行音だけで楽しんでくださいっていうことになるとですね、周囲の景色が、その植物に詳しい人たちから見ると、いろんなこう種類の、植物が、あるがねって言われるかもしれないですけどもね。というとあれですね 街並みっていうか、その家並みが見えてきましたね。どっかこの辺に西酒造さんがあるじゃないですか。あ、ほら、これ鳳凰山、これですね。他の動画でも言いましたけど、あれですよ、宝山ホールの、名前をこの西酒造がですね、高いお金を出してですね、使用権っていうんですかね、それをされてるんですよ。ですから私はなんかただ宝山ホールっていうけど、あ、ちょっと待ってください。ここでね、車に行かせますからね。宝山ホールと言いますけど、西酒造さんあっての宝山ホールですからね。宝山ホールのあれは西酒造さんの宝山という、あれとこの焼酎と関係があるんですからねって。すいません、私はですね、アルコールがダメなんですよ。だから西酒造の宝山は美味しいですよねって言えないのがね、ちょっとね、残念なんですけどもね。要するにそういうことです。だからちょっと待ってね、眼鏡をかけています。確かね、この辺にあるんじゃないっけ。
いや、勘違いかもしれないけど、確かね、違ったかな。右の方にね、この道路の右の方にあったと思うんですよ。もしあったらですね、声を大にしてですね、皆さん、宝山ホールのですね、西荘はですね、ここなんですよって言わないかんです。違うな、違うな。いや、勘違いかも。ごめんなさいね、西荘さんね。気持ちだけは分かってくださいね。いや、そういうのね、あれありますよ。宝山ホールもだけど、川昌ホール、市民文化ホールですよ。それとか平和林寺球場とかですね、あるんですよね。西原商会アリーナ。もう、ただ私なんかは、まあ私はっていうか、同じ気なくただそういうふうに言ったけど、そこにはですね、大きなお金がですね、なんですかね、あってのあれなんですよね。だから、ただ抽選で当たって、宝山ホールの名前を使っていいですよって、抽選で当たったわけじゃないんです。毎年ですね、きちんきちんとですね、大金ですよ。ただそのいくらかっていうのを調べたんだけど、調べたんですけどもね、パッと言えないのがね、まあしょうがないですね。もうしょうがないです、これはね。だけどあれには説明文にはちゃんと書いておきますからね。何やったっけ、そうそう、鹿児島弁講座っていうのを、アーカイブ動画で使うようにしようと思ってるところなんですけど、いや、まだ正直言ってまだ取り掛かってないんですよ。もう今日は取り掛かろう、今日は取り掛かろうってしてるんですけどもね。だからもうやっぱりね、一つはですね、半年以上前か、その頃はまだ宝山が出てきましたよ。西蔵です、西蔵。酒を、焼酎を飲まれる方はぜひこの宝山もよろしくお願いします。はい、話を元に戻しますけど、西蔵って書いてあった、あそこ 右ですね。いや、この道路沿い、ちょっと待ってね。道路沿いにこうあるかと思ったら中に入ったとこですね。今度はあれで Google で調べて西蔵の横まで行けるんだったら、ほんで西蔵を正面から見れるアングルがあるんだったらそこに行きましょう。いや、そのやっぱりあれですよ、宝山ホールのですね、命名権というかですね、そのね、おかげさまでですね、っていうのを私がその最近気づいたんですけど、だからそれの心の感謝の表れ。ここは車ではわからないけど、今左側は私がここって言ったあの辺ですよ。もしかすると廃校跡なのかもしれない。ですからね、このちょっと待ってね、こう左ちょっと寄って後ろから車が2台ぐらい来ますからよ。別にノロノロ運転してたわけじゃないんですよ。この流れに乗るような感じのあれだったんだけども、まあゆっくりあれですね、長吉ダム、左側に行くと長吉ダムに行けるんですね。
ただそういうところはあまり行きたくない。前ですね、もうちょっと行ったところからかな、県道なんとか91、県道191か191か、なんとかそういう、もう山道ですよ。離合もできないのに県道って書いてあってですね、で、その道に入る手前はこれぐらいの道なんですよ。だけどそれから先はですね、ここはもう江戸時代からあるんじゃないかなっていう、あのあれですよ、あの車が通れる道、もちろんですね、そういうところに入ったことがあるもんですからね、もうこういう、ところから左には入りたくない。右にしてもですね、まあ右はほらもう崖があるんでしょうけどもね。それであれですよ、あの前はあの夢子姉さんとかですね、先輩とかそういう人と会話を、まああの、一人二役でですね、あ左行っときますかね、いやいや車はまだ来ないんだけど、もう左行っとこう、一人二役でですねやってたんですよ。ほんで先輩今日はどこ行っとですかって言うと、ないよお前暇や、先輩が言われて、あですよおち来いなよと、おいとしゅうよ山形行っかっていうようなことをですね、ドライブ動画の中に言ってたんです。だけどそれをやめてからですね、鹿児島弁が出てこない、昔のですね、あるんですよ、鹿児島弁といっても鹿児島市内で私が使ってた言葉だから、これがの鹿児島弁の代表じゃないんです。ただあのいわゆる市内で使ってた言葉だから、私に言わせるとですね、鹿児島弁は代表的なのが枕崎、それからの宮の城、あの辺りです。それから枕崎の隣の A、 それから阿久根あたりはですね、あの泉もそうかもしれませんけど、阿久根あたりはまた違うんですよね。それから大隅も違う、それからあの離島に行くとまた全然違いますしね。だから私の言う、私が使う、先輩なんかと喋るあれはですね、鹿児島市内の言葉、多分まあ自分が使ってたからそういうふうに言ってもいいんでしょうけども、一番荒い言葉だと思いますよ。言葉がね、荒い、何ですかね、ちょっと品位がない品位がない品位がないけど、案外その明治時代の何ですかね、平侍っていうんですかね、殿様と直接は話はできないけども、要するに元気棒が多かったのは私なんかの、が使ってた鹿児島弁、「ウィアナスという役は」いやこれはね、まあ江戸っ子で言えば、なんどう言えばいいのけ、江戸っ子で江戸弁も使えないからだけど、なんやお前ちょいときせみみたいな感じですよ。なんやお前顔貸してみ、顔貸してみじゃないけど、それぐらいのレベルの喋りなんです。だから
ちょっと喋りが早いですね。だから私がこれが鹿児島弁ですっていうふうに言うとですね、間違って後世に伝わる可能性があるから、あんまりあれしないんだけど、できればね、今のうちに、今そうですね、本物の枕崎弁、本物の薩摩、町あたりの言葉を、もちろん、なんですか、奄美大島とか徳之島とか、種子島も含めてですけど、喋ることができる、もう純度 100% ですよ。その純度 100% の地元の言葉を喋れる人はですね、いないと思う。少なくなってると思うんですよ。だから、市町村の何ですかね、あれは何て言うのっけ、郷土史家の人たちはですね、その言葉を直してほしい、残してほしい、なんていうんですかね、昔の檀家がこう石碑がうずもれていたやつを発見とかありますよ。ああいうのは後からでもですね発見できますけど、言葉がですね、一旦途切れてしまうと、あ、ちょっと左に行きますね、一旦その言葉が途切れてしまうとですね、もう音楽が途切れてしまったのと一緒なんですよ。楽譜がないやつ、要するにセリフは出てくるんだけども、歌詞ですね、歌詞は出てくるけど、それにメロディーがつかないっていうやつですよね。ですからね、おまかせテレビでそれを訴えましょうかね。私は私で、昭和、そうですね、昭和何年、30年代ぐらい、それぐらいまでですよ、鹿児島市内で私なんかが、私なんかみたいな喋り方をしてた、おいどこ行ってるやーっていうやつ、これさっき言ったみたいに別に喧嘩をしようとしてるわけじゃないですよ。いちゃもんをつけようとしてるんじゃなくて、それがね、日常の言葉、まああれはニュアンスはちょっと違いますけどね、ニュアンスはだけど同級生なんかにはそんな言ってましたもんね。おい、どけってやって、あ、おいや今からね、ちょっちね、丸焼き、丸山で、丸屋っていうデパートが、今は丸屋ガーデンズになってますけど、そういうのを気に、まあ、私の友達で丸屋ガーデンズに行くってやつはいなかったけど、まあ話としてですね、そういうとこですよ、女性に、同級生に話しかけるときも、小学校の頃はですね、小学校の5、6年は、標準語を使わないようにしましょうっていうことで、正しい言葉、標準語イコール悪い言葉っていう時代になったんですよ。で、その時はもうだから小学校の5、6年の同級生は、に対しては何々さ、今からどこに行くの、あ、まあ女の子にそういう喋り方しませんでしたね。何々さ、今日の宿題は何だったっけ、こういう喋り方をしてましたよ。だから私なんかより3つ4つ、年が違うと、もうほとんど我々が使ってた頃の鹿児島弁を喋らなくなったのかも。ただですね、中学校に入ったらですね、中学校の2年先輩
のが小学校の5、6年の頃はそういう正しい言葉を使いましょうとかね、鹿児島弁を使わないようにしましょうっていうあれはなかったんですよね。だからずっと鹿児島弁でずっと来てますから、私なんか小学校の6年卒業して中学校に入る時に2年先輩が「わいたね、お前たちはね中学校に入って僕とかね君とか言えばね先輩からね打たるんと」って要するに「かっこつけるな」って言われるぞっていう、あれを。脅しじゃなくてですね、いわゆる不良さんからですね、引っ張られないように因縁をつけられないようにですねするね、手ほどきを受けたんです。ですから小学校の 5,6 年までは同じクラスの女の子には何々さん、まあのはアクセントあれですよ、辛いも標準語っていうぐらいだからアクセントは鹿児島や、だけどセリフは標準語、何々さん今日、まあ例えばまあ一緒にあれ帰るとしたら何さん何々さん今日一緒に帰るねっていう、まあこういうシチュエーションはなかったですけどもね、まあそういうあれしたのに中学校に入った途端また昔に逆戻りですよ。ほんで中学校の1年の頃の同じクラスの女の子に喋る時は「あい!」多いですよ。多いじゃないです。「あい!」顎がちょっと上がる。「あい!」「今日よ先生がよ宿題言うたよ」「あや何やったっけ?」っていう。こんだね。だから、あれで言うと私なんかのさっき言いましたよね、年代がねなんかのね変わり目みたい、だからあれを残したいんですよ、その鹿児島弁の荒い鹿児島弁、ということでですね、いやまだ走ってもいいけど走ってもいいけどね、ここにねあれがあるんですよ、谷山西小学校、この前ここの卒業生の方から、ここを走っていただいてありがとうございますって言われたもんですからね、あ西谷山小学校ですね、ごめんなさい、この前そのお礼も兼ねてこのここを反対から下からずっと、ま、雨の日だったかな、待ったことがあったけど、それはねおまかせテレビにあげなかったと思う、だからそれを今もした思い出したもんですからね、あそこで止めようと思ったけど、この前ほらここを走っていただいてありがとうございましたっていうのがありましたから、せっかくですからもうちょっと桜島でも眺めながらですよ、行きましょうかね、あの信号であれが青になったら、ああこのまままだ行きます、次のね信号がね赤になるまで走りましょうね。いやありがたいですよ、コメントをね、西谷山小学校の横を通ろうと思って通ったんじゃなくて、ただ流れでしてこう通ったのにありがとうございますって来るとですね、なんかあれですよ、もうファイトってこうガッツポーズ、おーおーありがとうありがとうっていう感じですね。この調子で行くと明日もいい天気なんじゃないかな。どうなんでしょうかね。あここで 赤信号にならないかならないか、いや私がね赤信号にそろそろなってもいいんじゃないっていう時はならないんですよね。どこまで行くか楽しみですね。あそこはほら赤信号でしょう。あそこであれかな、
はい、ということですね。この動画、この辺りでお開きになります。ありがとうございました。